兵庫県警は警察官の士気を高めるため新年恒例の年頭視閲式を神戸市内で行いました。年頭視閲式は新年の初めに職務に対する自覚を促そうと毎年実施されているもので、およそ300人の警察官らが出席しました。去年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となりましたが、今年は規模を縮小し実施。兵庫県警の種部重康本部長が警察官の服装や車両の整備状況を点検して回った後、訓示を述べました。日頃の職務を通じて身につけた貴重でかけがえのない知識と経験をもとに、さらに自ら求めて想像力を発揮し、自身の職責を果たすため何をなすべきかを絶えず真剣に考えながら日々の職務に当たることを期待します。今年は11月に明石市で天皇皇后両陛下も出席される全国豊かな海づくり大会が開かれるほか、暴力団情勢も緊迫していて、警察官らは地域の安全を守るための決意を新たにしていました。